裏が苦手なら裏を表として感じよう。テーマがウェブ、西村淳の低音よろず相談所第98回、裏が多めのフレーズを変拍子で攻略するシリーズパート3です。前回、前々回の内容ができるようになったっていう前提で話を進めます。前回の EX さんはこんなフレーズでした。今回やる EX4 は EX さんの後に4分の1拍子を1小節追加したパターンです。普通ね、4分の1拍子とかないんで何のこっちゃって感じかもしれないけど、要するに四分音符を1個くっつけたってことです。前回同様、8分の7タンタンタタンを2回やった後に一拍タンをつけてまた頭に戻ります。 F のところで足をタップします。これまでの練習で8分の7のループに慣れてきてると、今回追加した一拍のところでリズムがこけやすいので注意しましょう。頑張らなくても自然にこの EX4 ができるようになるまで、いろんなテンポで繰り返してください。次は EX5 といってもフレーズは EX4 と一緒で、それをただ4分の4で書いただけなんですね。というか、そもそも最初の課題フレーズに戻ってきただけなんですね。この譜面を見て演奏する場合、普通はタンタンタタンタンタンタタンタンというふうに拍ごとに区切ってリズムを感じる人が多いと思います。これはこれで一つの見方、一つの取り方です。でも今回のシリーズにしっかり取り組んでくると、同じフレーズを EX4 の取り方、タンタンタタンタンタンタタンタンという取り方で取れるようになります。この取り方だと譜面上裏が連続しているところを表の連続として捉えられるようになります。その利点がいくつかあって、1、拍の表に重心を置いて表に対する裏として演奏するよりも確信を持って演奏できる。2、その結果リズムがより安定する。3、リズムの重心を拍の表じゃないところに乗せ替えることで縦乗りではないグルーヴが生まれる、などなどです。大事なポイントは、主に EX4 の捉え方でリズムを感じつつも、同時に普通の四分音符も感じることです。つまりポリリズムとして感じるのが大事なんですね。これを身につけるために、まず EX6 をやりましょう。やりやすいテンポで拍の表にクリックを鳴らしつつ、 F のところで足をタップして、 EX4 のリズムの取り方をイメージしながら演奏します。EX6 に慣れたら、 EX7 みたいにクリックに合わせて拍の表で足をタップしながら演奏します。こうするとね、普通のリズムの取り方に戻ってしまいがちなんだけど、そうならないように内面では EX4 のリズムの感じ方をキープするように集中してください。 EX4 の取り方だとパーツが3つあるので、パーツごとに別の楽器で演奏しているつもりで演奏すると分かりやすいかもしれません。例えば1つ目のパーツはバリトンサックス、2つ目はアルトサックス、3つ目はトランペットという感じです。こんな風に拍のリズムとそれとは別の単位のリズム、両方を同時に感じながら演奏できるようになると、これまでとは違うグルーヴが出るし、とにかく気持ちいいです。ということで、裏の連続を変拍子を使って表として感じるシリーズ、ちょっとマニアックだったかもしれないけど、新たなリズム感が目覚めるんでね、ぜひじっくり取り組んでください。今回のフレーズと同じリズムを骨格に使ったフレーズでたくさんあるんで、見つけたら今回のアプローチを応用して攻略してください。石村淳でした。